今日もいろいろ動いたけど有料台を確保することはできなかったか。でも今撃った CR 早急のファフナー、星沼的回転力には達していなかったけど、ラッキーなことに投資早々当たって椿チャンスからスーパー椿チャンスを経験して面白いスペックだって分かったよ。もし今後ホールがしっかり釘を開けた営業をしてくれるなら狙ってみたい機種だよな。スポーツジム、僕はほぼ毎日ジムで汗を流すのですが、稼働が不調だった時などは特に気合を入れることにしているんです。自分の不甲斐なさを知ったするがごとく自分をいじめ抜きます。予想はしていたけど、やはり旧刑事がなくなると厳しいな。今月に入ってから旧刑事が撤去もしくはホールのメイン機種から外されてしまったため、僕はホールの通常営業時にメインで打つ機種をなくしてしまっていたんです。そのため現在はホールの打ち出すイベントを主体に立ち回っているのでした。しかし最近はホール状況もそれほど芳しくないため、僕の求める回転力を見つけることはなかなか難しい状態です。チェックのみでホールを後にするイベントもしばしばでしたが、僕は月の前半に北斗の拳、ケンシロウ&ラオウや筋肉マン、そしてガロなどのイベントで立ち回ることができていたんです。中でもホールはほぼ甘い調整をしないだろうと思われていたガロで2回も稼働できたことが僕のモチベーションを下げずにいたのでした。この厳しい状況下でも星沼的回転力を超える台のイベントを打つようなホールはまだまだ存在している。そういったホールがより多く存在すれば僕の立ち回りも楽になるけど、状況が状況だけにそう甘いものでもないよな。これからもしっかりホールチェックして星沼的回転力以上のイベントをするようなホールを見つけて立ち回っていかなければ。しかし今日3月18日時点でプラス21,000円、月半ばでこの状態ではダメだ。まだまだホールチェックが足りず、ガセイベントに踊らされ、微妙な回転力でもう少しチェックをと投資してしまうことが多かったから、チェックだけで帰った日の投資額が大きくなってしまっていた。しっかりしたイベントを見極めて無駄な投資をしないようにしなければ。3月23日月曜、 YCAC 店、3円換金無制限。今日は今まで旧刑事の通常営業ではかなりお世話になっていたホールで稼働することにしました。なぜならこのホールが花の刑事ザンで初のイベントをすることになったからなんです。3番目か。これなら昨日チェックした台を確保できそうだな。そして無事にステージ癖の良かったザンを確保することに成功。早速チェックすると500円投資の8回転目。相変わらずクマとか出るんだ。主やり？いきなり確定演出ですか？そこから伊達リーチに。まあ伊達リーチでも確定だしね。ビタで止まると嬉しいよね。これが16連チャン。しかし追い続けているうちに、あまり回ってないな。そんな時に319回転目で、とりあえずリーチってとこだね。どうせ風流だろうな。キセルってことは風流なら確定になるけど、全回転じゃん。これは9連。そして154回転目に突通を引く。計算すると1000円あたり 22.7回か。これでは追いにくいな。254回転回して終了させました。総出玉24,380発、収支はプラス72,500円となりました。いくら旧刑事でのイベントで信頼度が高かったとは言っても、やはり信頼の刑事ザンではまだまだ僕の求める回転力で営業するホールは少ないようだ。ガロは客付きがいいな。おお、あの台すごいな。で、カンタ先輩？お、星沼。すっごいですね、カンタ先輩。やっぱりガロは5000円くらいで運試しするのが一番だな。カンタ先輩は連チャン終了後即やめ。やっぱりガロはいいな。超速の出玉と全大当たりが15ラウンド、魔界チャンスの 50% はダメ元で楽しみながら打つにはいい機種だ。それに今現在のガロはどこのホールに行っても通常営業で回る台はないし、イベントで回る台はあるかもしれないけど、そんな台をサラリーマンが朝一から打てるわけがない。だからサラリーマンの俺にはこの打ち方がガロを一番楽しめるんだ。なるほど。旧刑事が打てなくなった上にホールの状況もいまいち。
回る台を探すためにいろいろ動き回ってはいるんですけどね。回る台を探し出して一日中勝負をするという基本を守っているなら大丈夫だろう。回る台を見つけられずにじりじりすることもあるだろうが、器用なよ。基本がブレていなければ一時流れに身を任せてみるのもまた一興だろ。そうですね。そうだな。主軸になる騎士が見つかるまではこのイベント狙いで立ち回るしかないよな。3月24日火曜、警視 OM 店、3円換金無制限。この日のイベント代はガロです。前述したようにガロはホール側からかなり甘めの騎士と認識されているため、通常営業ではかなりのビビリ調整がほとんどです。有料ホールとされているところでもボーダーギリギリの調整がいい方なので、通常営業時に高回転の台に巡り合うのは至難です。そこで今回、今までケージや北斗のイベントで定評のあるこのホールが CR ガロでイベントをやるとの情報を聞きつけ、早速チェックに来たのでした。 AM10 時入場。2人だけ？ガロはホール側も甘くすることは考えにくいから、専業の人はガロのチェックを後回しにするんだろうな。まあでもその分思う存分釘を確認できるか。釘調整は何とも分かりやすく、命釘、へそにメリハリのある調整でした。お、この台は風車上が若干マイナスだけどワープが少しプラスだ。この台を打ってみるか。初回打ち出しはぶっ込みより弱め、500円分打って7回だったのでぶっ込み付近に変えると、お、ワープの通りが良くなってステージからの入賞が多くなった。次の500円は13回転と上がりました。これはなかなかいいな。そして5000円打ち込んだ時点で114回転、ベース 22.8 回、初回の500円分のマイナス分を考えると十分終える回転力だ。よし、このまま続行だと、そんなことをしているうちに、ん？お、いつの間に。やはりガロの魅力に取りつかれた人は多いんだな。早めに来てよかった。そして1万1000円打ち込んだ251回転目、疑似連じゃないけど次回予告だ。法則崩れにはならないよな。緑か、微妙だよねって、大当たり。これが魔界チャンス突入、魔界の扉をこじ開けたぞ。しかし2連で終了。バトル終了後のバラゴモード中31回転目、お、疑似さんで全ガロだ。いや、レギュレースは強いんだよな。でも雷は赤だ。おお、レギュレースぶち抜いた。しかし単発、ドル箱は3箱に。そんな時、よう、大島さん。ん？あ、谷原章介。ガロ、捨て身かよ。あ、谷原君は何を打ってるの？ベース24の海だけどね。あ、ベース24の海？朝一から真っ先にガロね。俺にはできないゲートだよ。まあ頑張ってくださいよ、死なない程度に。確かに彼の言うようにガロと海を比べたら安定した勝ちを見込めるのは海の方だ。もちろん海に優秀台があれば僕もそちらを選んだに違いない。イベント中心の立ち回りをしていたからそういった海を見落としていたんだ。僕の今の立ち回りを情けないと教えてくれた彼には感謝しなければいけないのかもしれない。今後も主軸になる騎手が見つかるまでイベント狙いは変わらないと思うけど、彼の指摘してくれた点は補っていこう。とにかく今は目の前にある星沼的回転力を超えるこのガロと正面から対決するしかない。走行しているうちに186回転目に白ジャビで3連まで行った。うわ、出た、金魚リーチで雷が赤。赤雷で金魚は信頼度高いな。これが魔界チャンスに突入。よし、連チャンだ。これが11連チャン。やっと大きな連チャンだよ。さらに30回転目で5連、381回転目で15連と続き、一気に30箱積み。あっという間にこの出玉。さすがにガロの出玉性能はすごいな。そして890回転回して終了。獲得出玉は 38,625 発となり、この日の収支は 104,500 円となりました。今回は初当たりを5回取ることができて
うち4回が魔界の扉をこじ開けられたけど、それでも10連超えするのはなかなか難しいな。魔界チャンス突入時の平均連チャン数は 6.5 連。超速爆速のガロではあっても、過度の期待は禁物と肝に銘じておかなければ。おお、さすがだね。うん、おバトルタイプの申し子ってとこか。ベース23回以上あったからね、ここは追いかけるべきでしょう。星沼さん、この家業は安定させてなんぼだよ。ガロや爆裂タイプは最終的に打つ台がなくなってから手を出す代物だと思うぜ。じゃあ、あんたはまだまだアマちゃんだと言われたような気がしました。確かに海の高回転台を見過ごしてしまっているのでは、パチンコ生活の安定は望めないかもしれない。次の稼働では今回のような失態は絶対しない。彼に、谷原章介に追いつき追い越すまでは。僕の名前は星沼義明。ホールの回収状況の続く中、気負うことなく高回転台を探し続ける男、そして谷原章介のような抜け目のない立ち回りを手に入れたいと願う男。この話マジです。2009年3月のパチンコ収支プラス22万4000円。2009年4月10日までのパチンコ収支プラス7000円。この話マジです。